風がねこう取れてないですから、まあ、そういったところでも絶対ね、まあ、お互いにやっぱりこう勝ちっていうんですかね、まあ、そこはやっぱり求めたいですよね。そうですね、まあ、どちらも直近のゲームで一つ課題というものが大きく見えました。鈴木は下げます。西谷がプレッシャーをかけに行ったところですが、ポープの長いボール落下点には柿谷、間で森海斗要求していますが、柿谷から森海斗足元を収める、森海斗、うん、パスにしました。エルシーニュー、左サイドから鮮やかな展開、最後仕留めたのはエルシーニュー。ワンチャンスですと思いましたね、徳島すぐに追いつきました。1対1、右サイドですよね。今ね、UC の選手も上がってきて、はい、まあ、森海斗選手もしっかりテラストパス、まあ、左足でしっかり落ち着いて決めましたよね、はい、いやこれは大きいですね。徳島はね言いますけど、はい、もう一つ3人目の関係とか、はい、まあ、そこでうまく関わるっていうところはやっぱり必要になりますよね。入れ替わりを狙った藤尾はまだ粘ります。さあここで取り返しました徳島。スポット藤尾がプレッシャーをかけに行って、間にいたのはエリキ、エリキが抜ける、エリキ素晴らしい。32分ホーム町田先制、エリキ、まあ、落ち着いてうまく1対1のところをしっかり決めましたよね。やっぱ藤尾選手のやっぱ切り替えといったところはやっぱりね褒めるべきではありますよね、まあ、エリキ選手も落ち着いてましたしね、はい、投げた後のこれのところですよね。そうですね、ニアサイドに入れてきました。これは足元で受けてもう1回鈴木へかわして中への折り返し、ヘディングシュートだ、どうかな、あ、なんとかギリギリ防いだか、ちょっと弾んで後ろに流れましたが宇野はつなぎます。バスケスバイロンワンタッチ、藤尾が出てきますが石尾の対応、藤尾が前を向きました、運んだ藤尾折り返し、あっとゴールイン、68分町田勝ち越し、はい、ここは後輩が頑張りましたね、藤尾選手ね。そうですね、石尾からのパスは宇野がカット、うん、バスケスバイロンからの盾、ミチルデューク、さらにパスにしました、右足のシュートだ、うん、こぼれ球、ここはよく止めました、ホセオレリオスワレス、そしてここで試合終了です。2対1ホーム町田勝利です。